ベンダニエル・リビアはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手。右と左打。現在はフリーエージェント。愛称はレビ。ジョージア州アトランタに生まれ、後にケンタッキー州へ移る。高校時代は通算で打率。487、28本塁打、91、盗塁をマークし、2年連続で。 ケンタッキー州の最優秀高校生選手に選ばれた。2007年の MLB ドラフト1巡目でミネソタツインズに指名され入団。ドラフト前の予想ではリビアは3から4巡目での指名が有力視されていたためツインズが高額の契約金を嫌って安価で済むリビアを指名したのでなか以下という声も上がった。事実。 リビアの契約金75万ドルは2000年以降の一巡目、指名選手では最小だった。ツインズはこの見方を否定し、あくまで能力の評価に基づいた指名であるとした。トリプル A 級ロチェスター時代のリビア A 級、フォートマイヤーズ時代マイナー時代2008年に A 級、ベロイトスナッパーズで打率。379、44盗塁を記録し、 ミッドウェストリーグの MVP を受賞。オフには、ベースボールアメリカ史から、ツインズで、アーロン・ヒックスに次いで2番目の有望株に選ばれた。メジャー昇格と対談まで、ミネソタツインズ時代2010年9月7日の、カンザスシティロイヤルズ戦で、メジャーデビュー。2011年は、トリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスでスタートし、ジム・トーミとジェイソン・レプコの故障によって5月4日に、 メジャーへ昇格。その後はメジャーに定着し、一番中堅守での出場機会が増えた。最終的に117試合に出場してリーグ7位の34盗塁をマークした。7月15日のロイヤルズ戦では3塁打を放った際に2塁と3塁の間でバランスを崩し、宙返りをしながら3塁ベースに到達するチンプレーを起こし、話題になった。 2012年は40盗塁を記録した。フィラデルフィアフィリーズ時代2012年12月6日に、バンスウォーリー、トレバーメイトの2対1のトレードで、フィラデルフィアフィリーズへ移籍した。2014年5月27日のコロラドロッキーズ戦の7回の打席で、メジャー通算384試合、1466打席目において、初となる本塁打を放った。 同年は151試合に出場し、ナリーグ1位の184アンダを記録。打率306はリーグ5位、49盗塁はリーグ3位であり、トップバッターとして打線を牽引した。また、この年は前年に手術した右足首にボルトを埋め込んだ状態でプレーしていた。2015年、フィリーズでは96試合に出場して打率298。 24盗塁を記録するなど、好調を維持していた。トロントブルージェイズ時代2015年7月31日に、アルベルト・ティラード、ジミー・コルデロとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍。加入後は、左翼種のレギュラーとして56試合に起用され、打率、319と調子を上げた。フィリーズとの合算では152試合に出場し、3年連続、 300以上となる打率。306.5年連続20投類以上となる31投類をマークした。ワシントンナショナルズ時代2016年1月9日にドリュース・トーレンとのトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。ナショナルズではセンターのレギュラーで起用されたが4月7日に右の借金を痛めて故障者リスト入りした。同年は全体的に打撃不振で 103試合に出場したが打率。217、日本塁が24打点、オプス0.560という成績に終わり、MLB 屈指の高打者として継続されていた連続。300以上の打率は3年でストップした。持ち前のスピードでも14盗塁に終わり、20盗塁以上は5年連続でストップした。中堅の守備は74試合で1失策、守備率。 993DRS3 ザーマイナス0.5という、ほぼ平均に近い数値をマーク。左翼の25試合では、1失策、守備率、967DRS1 ザープラス1.0という内容だった。オフの12月2日に、FA となった。2016年12月23日に、ロサンゼルスエンゼルスと年俸を400万ドルと、 出来高225万ドルの1年契約を結んだ。2017年は109試合に出場して打率。275、1本塁打、20打点、21盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月26日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なったが、3月25日に自由契約となった。その後、3月30日に前年所属したエンゼルスとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参加の AAA 級ソルトレイクビーズでプレーしていたが、7月26日に自由契約となった。2019年2月17日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、3月26日に自由契約となった。 その後、4月27日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。5月22日に自由契約となった。身長は高賞で175センチメートルほどだが、実際にはそれよりも低いと見られており、歴代のドラフト一巡目指名選手の中でも、最も身長が低い部類に入る。パワーはないが、マイナー通算で打率。326を残している、バットコントロールと、 フル出場すれば、トール用も狙える瞬足が武器。瞬足を生かした内野安打も多く、2011年は全120安打の1、4以上に当たる31本が内野安打だった。中堅の守備範囲は広いものの弱型であるため、左翼への転向案が出ていた。しかし実際にブルージェイズ、ナショナルズで左翼を守ったが、中堅よりも低い守備成績を残した。 走行種での特徴が似ていることから、不安ピエールとしばしば比較される。ありがとうございます。